はい、こんにちは、レトスの小野です。試験も終わって自己採点もされた方多いんじゃないかなと思います。その中で自分自身思ったような点数取れなかった、なんでなんだろう、来年の試験に向けて、どうやって勉強していったらいいかわからない、そういったお悩み持っている方多いんじゃないかなと思います。で、今回はそういった方に対して無料で直接私にご相談できる企画を考えました。これまでの勉強のどういったところが間違っていたのか、また仕事とか家事とか育児とか介護とか忙しくて勉強時間が取れない、そういった場合どうしたらいいのかとか、いろいろお悩みは抱えているけれども相談する相手がいない、そういった方多いと思いますんで、直接私にご相談いただければと思います。もうメールアドレスをこの動画の下の説明欄に貼っておきます。なのでそこからも直接私にメールしていただければと思います。おそらくこの動画見てる人自体が、1000人とかいかないので、ご相談いただいた方に対してはちゃんとメール返信できると思いますんで、お気軽にメールいただければと思います。実際弊社の個別指導の受講者様、今年の試験でもう43点以上取っている方も意外と多いんですね。ただそういった方っていうのはもうこの時期、去年のこの時期から正しい勉強の仕方で勉強を続けていただいた方が多いんですね。なのでもう全然今からであれば来年十分合格できます。ボンミスをしてしまっても合格できるぐらいの実力はつけること可能なんで、諦めずに来年も挑戦していただければと思います。これまでやってきたことは無駄じゃありません。失敗を糧にして同じ失敗を来年繰り返さなければ合格できますんで、絶対来年宅建合格を勝ち取りましょう。あなたからのご相談お待ちしております。レトスの小野でした。